日本近畿地方兵庫県神戸市中央区生田東門商店街生田東門商店街東門筋アーチ阪神淡路大震災時の生田東門商店街生田東門商店街は兵庫県神戸市中央区の商店街商店街の両端に東門街と書かれたアーチがあることから東門街の名で知られている生田東門商店街共同組合という 商店主組織がある。幾田神社の東側をなぞるように南北に走る道路東門筋に面し、いわゆる雑居ビルが多く立ち並び、夜間営業を中心とした飲食店などが多い。このため、19時から翌朝4時までの時間帯と、それ以外の時間とでは、混雑ぶりに大きな差があり、夜の観楽街として知られる場所である。しかし、一般的に、 夜の歓楽街でイメージされる風俗営業店はこのエリアにはない。また、昼間時にもコンビニエンスストア、文具店、酒屋、一般ホテル、薬局などが営業しているため、昼夜とも商店街として機能しつつ、昼と夜で雰囲気が変わるという特徴を持つ。現在、三宮と呼ばれるエリアの大部分は1930年代以降、特に戦後に、 商業地となったが、生田東門商店街のルーツは明治時代に遡る。また、明治初期には東門筋東側の旧生田側までのエリアに神戸外国人居留地競馬場があった。1995年の阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊した。由緒ある商店街でありながら、建物の多くが比較的新しいのはこのためである。 北東部には三角マーケットと呼ばれるエリアがある。かつては三角マーケット共同組合があったが震災で建物が倒壊し多くの店舗が転出したことで維持が困難となり2006年に解散した。ありがとうございます。